駿河屋通販で購入した福袋を紹介したいと思います。マーベルフィギュアの福袋と同時に注文した、仮面ライダーフィギュア福袋ですね、秋葉原駅前店さんの福袋で3000円でした。だけどマーベルのは4000円でちっちゃい箱だったけど、仮面ライダーのは大きい箱なんで、フィギュアーツとかが入っててちっちゃい箱の方が嬉しかったけど、さあどうでしょう。あ、フィギュアーツ入ってんじゃん。これはダメじゃん、緩衝材だね。あー、ソフビが多いソフビが多いな、ソフビが多い。まあでもね、ソフビも状態が良ければ全然いいですね。じゃあ行きましょう。まずこちら、ババーン、クーガの敵だね。なんかちっちゃい頃これ遊んでたの覚えてるな。ね、クーガの敵ってね、読みづらいんだよ、名前が確か。ゴ・ガドル・バみたいな。いいね、ソフビ状態めっちゃいいですよ。角とかも折れてないよね、これ。うん、いいですね、ソフビ。あ、これいい、これ一番くじだ。2個セットだけど。これ一番くじのさ、1等じゃないのこれ。のソフビ、ビッグソフビ。YouTube で見たぞ。エグゼイドと、なんだろう、ジオウのなんか、追加ライダーだっけ、2号ライダーかな。ちょっと、この子わかんない。ゲイツわかんないけど。ちょっとエグゼイド。これ一番くじのじゃなかったっけな。これでかいよ。これ大きい、ほら。大きい。いいね。まあ、この2個で3000の価値あるな。しかも、こっから、あ、まだあったな。こういうね。はい。ソフビ。800サイズソフビ。お、クリアの。これはアギトかな。雑誌付録かなんかだと思います。アギトだよね、これね。アギト。はい。お、これはアクションフィギュアかな。フィギュアーツではないけど、アクションフィギュアのこれ、クーガン出てくる。あれで、ゴーンゴールドがやってたよね。役者さんとしては。はい。ゴーンゴールドを確かやってたと思います。これはアクションフィギュアです。出来いいのこれ。背面もちゃんと塗装されてるし。ただ、武器とかを持てるように手がグーパーになってるから、やっぱり子供向けのおもちゃなんで、いいですね。これはあ、でもこれね、古いフィギュアーツって意外と安いんだよな。これなんだ、これフィギュアーツじゃないのしかも。アギトなんだけど、アギトトルネイダーって書いてある。仮面ライダーディケードの頃のやつですね。はい、アギトのなんか、アクションフィギュアで遊べるやつ。これやっぱ全部フィギュアだな、こう見ていくと。ソフビですね。はい。800サイズよりちっちゃい500サイズぐらいのオルフェノク。ホースオルフェノクかな、これ多分。ポピーが出してる。ポピーが。ポピーなの？ポピーだな。へえ。ポピーって昔からあるよね。お！これはね、フィギュアとして、固定されちゃってるやつですね、もう。01。いいですね、01。今回のこの福袋はいいな。これもディケードの時のやつの、電王桃太郎っていう、アクションフィギュアだけど、子供向けかな、多分。フィギュアーツではない。でね、フィギュアーツね、来ないじゃんって話なんだけど、こっからフィギュアーツラッシュです。ラッシュでもないけど。うわ、昔これのね、ブラックのやつ持ってた。すぐ壊れるから気をつけないと、これ。僕も一瞬で足折ったからね。2回目ぐらいに足折った、遊ぶの。特価2000円って貼ってあるけどね。これは安いやつだよ、確か。うん、まあいいでしょう。これ一番安いやつ、これ。フィギュアーツシリーズで一番安いんじゃないのこの、フォーゼのさ、パーツだけのやつ。これ315円とかなってるからね。わあ。しかも最後、フォーゼラっぽいな。フォーゼだな。フォーゼの、モジュールセット1。これ100円ぐらいだよ、多分、売ってて。お、これはフィギュアーツではないけど、ソフビの、アクションフィギュアでもないんか。ソフビの普通に仮面ライダー、なんだっけこれ、龍騎に出てくるやつだよね。カメレオンの。あんまりわかんないけど。悪いライダーじゃなかったっけな、どっちかというと。まあ、龍騎において悪いライダー、いいライダーってどうするって決めるかだけどね。さあ、これ書いてあるんだけど、見えたのかな、ここに書いてあるんだけど、仮面ライダー1号ビッグサイズソフビって書いてあります。ライダーキック。1号のライダーキックの数字です。これいいな。さあ、これフィギュア福袋なのに、ビッグソフビがやっぱ多いですね。ババーン。はい、アギトの青いバージョンのやつ。覚えてるな、昔。こんぐらいのソフビ持ってたもん。その頃ね、ソフビってなんか3体セットとかで売ってた気がする、アギトは。かっこいいですね。君のままで変わればいい。ただ、武器がないっていうね。武器絶対あったやつだから、これ。まあ、それはね、もうしょうがないんですよ。この系で武器はなんか汚い感じな、ベタベタになってる。ベタベタっていうか、なんかベタベタがついてる感じするね。あとで洗わなきゃ。まあ、そういうなんで洗えるからいいですね。あ、ラスト。ビッグサイズ装備なんだけど、フォーゼの、あ、フォーゼじゃない、カブトの、キャストオフする前の姿だよね。そう、キャストオフするとカブトめっちゃ強いんだけど、この状態はそんなでもないっていうね。かっこいいけどな。ただ、仮面ライダーのこのサイズ装備の大きい装備って、遊びづらいんだよね。他のおもちゃと組み合わせて。だけどまあ、例えば、ちっちゃい子がボールとか投げて遊ぶときに部屋の中で、その的にして遊んだりとか、あと、例えばロディとか、そういう大きいなんかおもちゃとガーッと遊ばせたりするときとか、あと戦隊ロボットとか、あそこにもあるんだけど、見えないけど、あ、見えないか。大きいロボット玩具とかと遊ばせるときとか、あそこにあるのは恐竜のやつなんだけど、そういうときに結構使えるんで、ちっちゃい国は結構ね、いいんですよ。良いおもちゃです。はい。フィギュアーツがね、少なかった。これがね、フィギュアーツかなと思ってたんだけど、開けたときは。これフィギュアーツじゃないな。なんていうシリーズだろう。ファイナルフォーライド。ファイナルフォームライドシリーズだって。あ、それぞれのライダーのファイナルフォームがフィギュア化されたんだ。電王モモタロス。え、これってファイナルモードあれじゃなくない？ああ、いろんなモードになれるんだ、しかも。天下面ソードとかさ、いろいろついてる。竜金とか。で、パーツも揃ってそうなんで、まあ、遊べそうです。まあ、これもいいですね。まあ、個人的には、まあ、マーベルの方も良かったんだけど、マーベルよりもいいんじゃないかな。ただ、うわ、こんな入ってて、こんな安いのってほどでもないかな。でもどうなんだろう。やっぱ安いのかな。だって、ここら辺一番くじのね、トップ賞ぐらいでしょ。まあ、このエグゼートは見たことあるよ。よく見てる YouTube とかでもなんか、一番くじで一番いいの当たりましたみたいな。これ出てきたもん。かっこいいし、めっちゃ。出来もいいね。しかも、ソフビっていうのがいいですよね。これ、いいな。買い取り価格も1000円ぐらい、もう箱なしだからな。どうなんだろう。ブリスターか、これ確か。で、あとはアクションフィギュアとかいっぱい入ってるけど、個人的に、僕ね、ライダーの趣味が結構狭いじゃん。狭いじゃんって言ってもあれかもしれないけど、狭いんですよ。まだあんま知らないライダーとか多くて、だから、この中だとやっぱ01アギトぐらいしかあんま知らないんだよね。あ、クーガも知ってはいるんだけど、もう忘れてきてるし、面白かったで言うとやっぱ01とかなんで、まあ、フォーゼも面白かったかな。うん。ただ全部は見てないんだけど、まだ。途中で、ね、見れなくなっちゃって、テレビの放送で見てたから、再放送で。このオルフェノ君もよくできてるけどね。まあ、それぞれ状態が良くて、パーツが折れたりしてないのはいいですね。まあ、欠品はあったけどね。これが武器ないけど。これ、いいな。これ、お砂場とかで遊んだら最高に楽しいと思うよ。ちっちゃい子。こういうので。今、リサイクルショップとかでこういうのって500円ぐらいで売ってるんで、安いとこは200円とかで売ってるから。そう、だから、こういうのね、意外と子供に与えるおもちゃとしてはね、楽しいですよ。外遊びにも使えるっていうね。だからサッカーボールとか、まあちっちゃい子ね、ちっちゃい子がさ、柔らかいサッカーボールとかで遊ぶときとか、蹴ってこれに当てるとか、まあそういう遊びもあります。今回の当たり賞はこれだよね。開けます。うわ、なんか、おもちゃ屋さんの匂いがする。中古玩具店の匂いがする。大丈夫これ。福袋フィギュアって書いてあるのか。なんか、ポコポコ落としてる。触覚折れてそう。あ、大丈夫だ。折れてない。折れる素材じゃなかった、これ。どっちかというと切れる素材だから大丈夫。でもなんか、あ、ポーズ固定か。まあ、ポーズ固定でもいいんだけどね。うわ、汚ねえ。これはね、僕はもう、おもちゃとかで汚ねえっていうの嫌いなんだけど、これ見たら、これ触っちゃったら汚ねえって言うでしょ、普通。接着剤が。無理やり取ったな、これ、店員さんが。袋に入れるために。違うかな？あ、でも、はめれば問題ない。って感じで。ちょっと拭く必要は多少ある。そうでもないか。あ、1号のベルトかっこいいな、やっぱ。ここ2本線が1号ですね。はい。2号は1本線という。あいだー、キック！かっこいい。かっこいいな、このフィギュア。あー、取れた。いや、後で接着剤でつけます。あ、ちゃんとはめる。ただね、最近のやつだから、ほら、人間の首が見えてるっていうね。これ昔のじゃないね。最近のですね。取れちゃうな。取れちゃうな。接着剤でやんなきゃな、後で。これもともとさ、あんまり取るやつじゃないんじゃない？ライダーキック。うん、これ接着剤でやんなきゃダメだな、俺。洗った後接着剤でつけます。ライダーキック。あと、匂いを取りたい、ちょっと。うわーっつって。かっこいい、これ。いいな。うわー、やられたー。ここら辺は外れるわけだからね、お前ね。下手したら遊びの方がね、価値あるというね。でもね、遊べるけどね、フォーゼン見てたら。モジュールだけでも遊びと組み合わせないんだし。これはね、壊れやすいからほんと気をつけてください。同じこのシリーズのね、ブラックカブトっていうの、ダークカブトっていうのかわかんないけど、なんか黒いこのカブトは、足が折れました。すぐに。だからこの時代のはやっぱりね、あんまり作りが良くないから、まあ定価も安いんだけどね、2500円とか。昔でフィギュアって安かったんですよ。で、この辺のやつは今でも1000円しないぐらいで買えるんで、まあ、うん、いいんじゃない？こういうのもあってとは思うけど。まあ、壊れやすいのはちょっとね、今もフィギュアとかさ、結構顔がね、ダメだったりとか、ね、壊れやすいのあるみたいだけど、今は返金してくれるからね。壊れたら。すぐ壊れた場合ね。はい、今日届いた、鶴ヶ谷さんの、福袋の開封でした。まあいいけど、いいんだけど、多分お得度で言ってもね、普通の雑貨とかとあんま変わんないとは思うんだけど、開ける楽しさで言うと、やっぱり、980円の雑貨とか、おもちゃとかの、おもちゃ1480円とか、2000円とかの、で、わーっていっぱい入れた方が面白いかなと思いますけど、まあ、実際、この中身的にこっちのは好みだよっていう人とか、実際ね、なんか、売った値段っていうとわかんないけど、価値的な意味で言ったら、お得度で言ったらそんな変わんないと思うんだよね。悪くないと思います。はい。だから、秋葉原駅前店さんだからといって、うわーとはならなかった。ああ、まあ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 って感じでした。これで3000円ですね。はい。まあ一応2個頼んだんで、送料とかなんか何もかからなかったですね。手数料も出荷手数料も送料もかからなかったんで、7000円ぴったりで2つ届きました。またなんかいろいろ見つけたら鶴ヶ谷さんの福袋買っていくんでね、ぜひ皆さんお楽しみにっていう感じです。はい。今回の動画は以上です。この動画良かったなと思っていただけたら、評価ボタンお願いします。チャンネル登録やコメントもしてってください。それではまた。バイバーイ。